ロックダウンの期間中、結構ですね、バリケードみたいに張られて人が入れないようになってた時期もあったんですけど、今は結構自由に中に入ることができます。ナショナルギャラリーはさすがにやってませんけどね。イギリスもワクチンの接種が進んでいて、段階的に規制の緩和が行われていくそうです。